80年代の、えー、クラブカルチャーについて、うん、あの教えてほしいです。ということ東京にもいろんなクラブは、まあ、当時はクラブと言ってましたけど、クラブはあって。 あったんですけど、まあ、僕はあんまりそういうとこ行く習慣はなくてただ一つだけその、えー、ピテカントロプスエレクトゥスっていう、まあ、あの原宿にあったクラブ,クラブにはあの出入りさせてもらうようになってそれはさっき言った桑原い一さんっていうスネークマンショーのプロデューサーが、えーまあ、笑いをやりたくて、えー、いろんな人たちに、まあ、当たって、まあ、もうあの面白いやつらを自分でピックアップ もう一さんがしてたんだけどそこでまあ竹中直人さんとか、まあ、中村祐二さんとかシティボーイズ3人がいてでその中にまだ学生だった僕がピックアップされたんですよでピンゲーやっててすごく面白いってことになって。 で、もう一さんが、あのー、ピテカンやってたんで,でピテカンは当時も、まあ、もちろんメロンとか、えー、っとあと誰か、まあ、とにかくそうそうたるおしゃれな人あのバンドがもうやっててでもちろん行けばもう YMO の方々も,もう平気で普通にいるみたいな感じで当時、まあ、本当に冗談で今。 指定間に爆弾を落としたら東京のカルチャー全滅って言われてるぐらい、まあ、すごいまあおあのカメラマンだとかあ,あ,あの編集者だとかって思うような人たちがしょっちゅういたところなんですね。でそこに学生の頃の僕もえっと出入りするようになって、でそこでピン芸を自分でま披露するじゃないですか。でそうすると自然とその見てる人たちがそういう人たちなんで、あのー、なんだあの変なの 学生みたいいなななのってことになるわけじゃないですかででそういう形で僕は、えっと、いつ入ってもいいようにな,なるし、えー、そこで音楽 DJ イベントがあれば、えっと、ピテカンでヒロシの横にいた記憶はな,ないんだけど、まあ、そのピテカンがその映画1回終わっちゃってクラブ D っていうのになるんですね同じ箱で。 でクラブ D はもう完全にヒロシが入ってたんでヒロシの、まあえっと、下があのフロアで上に DJ タクがあったんですけどこ DJ の DJ のブースの中に僕も入っててでそこにゴッパーのマイクがあったんですよねでヒロシが「聖子俺ちょっとラップしないよ」って急に僕に渡したんですよねでそれはまあさっき言ったようにラジオでやってたんでそうしたんだと思うんだけどでヒロシがかけてるう お皿の上でででたらめなな英語語とと日本ん、えっと、んかずっと言っ言てたんですも、まあ、それはもう学生の時やったこととほとんど変わらないんだけどもうちょっと日本語が入るみたいなえっとそしたら客がすごい湧いたんですよね、まあ、もちろんラップは聞いたことあるような、まあ、みんな感度は高いからだけどまさか日本語が混ざると思ってないししかもその場でや,やるなんてっていう感じでわーって湧いて。 その時のことはなんとなくかすかに覚えてるんですよね。で、その時は、まだそのさっき言った曲ができてないんで、つまり持ち曲ないんですよね、僕。で、そんなのに適当にやって、こう、それを面白がってくれたのも、クラブピープルだったわけで、で、その後、ちょっと僕、自分ちに不思議なビデオがあって、それ今、ライムスターの歌丸に渡して、これ見とけ、みたいな感じで、あの、 名古屋があのディスコ文化すごく昔からすごく栄えててでまあクラブもでかいとこできてある時秋山道夫さんがプロデュースしてた秋山さんもついこの間っていうかまあ亡くなっちゃいましたけど秋山さんがやっててえー、っと僕とカンちゃん高木カンと。 藤原宏とダブマス X が呼ばれててでちょっと上がったところに僕とカンちゃんとヒロシがいるんですよで後ろから音がしててそれは結構ダブが聞こえててなのでダブマス X が曲をかけてんだってことは分かるんですけどそのところでまたそのさっき言った適当な英語とかでつなぐ日本語でつなぐことを3人がやっててでそこには、えー、レゲエ的な あの言葉決まり文句みたいなのもやってるしヒップホップ的なメイクサムノイズ的なものもやってるんですけどそれはものすごい初期のだから自分たちのなんかこうそれこそ僕はヒップホップの「初期衝動」って曲をやってんだけど「<laughs> クチロロっていうバンドとかユニットでそういうなんかこうお客と一緒にガンガン盛り上がるみたいな感じのことをやってて、まあ、それが後にこう。 きちんとヒップホップになっていくんだなっていうことがよくわかる例なんだけど、えっと、それもやっぱクラブの中で生まれたことなので僕自身はやっぱりクラブってものがあってあってそこで遊べて客筋のいい人たちに向かってそれをやるっていうことで文化ができていくっていうのを目の当たりに見てるっていうか自分がそうやってきたからなので自分はクラブから出てきた人間だっていうそのアイデンティティがすごくあるんですよね。